起きろ起きろ起きろ、もうここ終わってるわ。まあでもジョニー先生は釜屋市いけるやろ。出席カード出したっけ。いや出席カード出した。いけるか、うん、まあでもとりあえず練習行かない、やばいし行こう。ジョニー先生やばない。そんなことでエグいこと言ってるって。何がカラオケやん。食いしかないやろ。いやでもここ終わってるし次回やばない。はい、じゃあ、トイレ行くことでしょ。それしかない。それで行く。それで行こう。後輩から LINE やってんけどさ、監督結構不機嫌らしい。なるっち。朝から割り切れてんねんて。え、てかさ、今日当日欠席の LINE って入れた？送ってない。寝とったもん。そうそう、でも最近送ってないけど大丈夫や。練習していい？マジで。もうお手洗い行っとったら授業にならないな。失礼します。すいません、お手洗い行ってて予定を送りました。僕もお手洗いです。僕もです。ほんで、はい、お手でわからん。お前話はお前が決めて、時間取らさんといて。もう何があったマジで。まあ言うてみ、俺らにできることだったら助けたるから。うん、まず2年のこいつらが次元歩行で練習遅刻して、でその当日ライン送ってなくて。バルバル。前もっては言うててんな。はい、でも当日ラインも当たり前やろがあって、で遅れてきた時練習ノックやって、こいつら2人が一言目歩行で遅れましたって言って、でそれが丸見えない感じやって、監督さんブチ切れて。バルバルバル。めっちゃ切れてる。はい、説教かなり聞かされて、もうちょっとで許してもらえそうで時に先輩方がいらんことしたんで。バル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 。お前らにできることあったら助けてくれへん。とりあえず謝ってきてください。すいませんでした。すいませんでした。バル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 。練習入るな、お前らは。顔作ってから来い。やらかしたなぁ。なんかムカつかん。ムカつくて。まぁ勝負のやつ当たるやろ。間違いなくな。うん、なんか最近なんかあいつ競馬ハマってるとか言いとったやん。あ、うんうん、聞いたそやろ。それでなんか無駄遣いとか言うと奥さんに小遣い減らされてなんかイライラしてるだけじゃん。めっちゃ腹立ってきてんけど、これめっちゃ向かってきてる。行こう行こう。いや、庶民勝てるやろ。絶対いける。今回ばっかりはこの家は勝てるよ。監督さん、ちょっといいですか。考えたんすけど、やっぱり納得いかないっす。普通に僕らはやることやってますし、当日ラインに関しては確かになあなあにはなってました。でも練習出されるくらいのことですか。絶対監督不機嫌からの不八つ当たりじゃないですか。僕らね、今日授業終わってからめちゃくちゃ走ってきたんですよ。何よりも急いできました。ただちょっと腹が痛くてしょうがなく遅れてしまったんですよ。それを最初に言いたくなる気持ちもわかるでしょ。ごめんね。すいません、先輩方は唐揚げ定食食べましたか。あー、朝飯もちろん食ったよ、授業行く前に。いや、あれ2限の授業中に作ってたんで、授業前に朝食を済ませたんじゃなくて、授業終わってから朝食を食べたことになりますよね。では。なんで今グランドの入り口にジョニー先生が来ていて、先輩方今日ここ休んでたみたいなんで、その分のレジュメを持ってきてくれました。どうぞ。なんでお前、おちょくっちょんか、おい。ねえ、野球の前にな、やるべきことあるやろ。まず、ほうれん草の徹底。嘘をつくな。嘘なんか通帳のやつに言ってんな。学園長、すぐせよ。おはよう、教授はどうだい。あ、おやつ、学園長。今日の会議、欠席しやすいな。おや、おや、おや。お兄先生から聞いたの、会議に来てなかったって。いや、あれ、腹痛でちょっと、ある。社会人の基本のほうれん草がなってないんだよ。バカだから分かんないか。報告連絡。そう。そういう字。バカじゃん。ずっと書いてたけど、ジョニー先生曰く野球のレジの方に行ってたときだぞ。嘘つきやがってな。ほうれん草と嘘をつかないこと、レクラン最低やらんかい。すいません。連絡を怠るってのは相手の時間を大切にしないことなんだ。しっかりと連絡をすることで相手の時間を尊重していることの表れ。はい、失礼。カテカテカテカ、言うの忘れてたけど、今日の夜出発で明日出張記念、ジョニー。嘘だろー。今日の夜言ってた。そうっすね、夜出発で明日出張って。いやいやいや、それ何で悪いで。お前らもええわ、ちょっと一旦戻るわ。はいはい、はい、すいませんでした。すいませんでした。トーミュージックとった。